こんにちは。日本 MySQL ユーザー会の富田です。MySQL 8がもうすぐ出るということで、楽しみですね。個人的に期待しているポイントは、デフォルトのエンコーディングが UTF-8MB4 になるということで、すべての文字が日本語も含めて、寿司ビールも含めて、すべての文字が問題なく扱えるようになるというのはいいと思います。あと、CTA で再帰クエリが扱えるようになるのは嬉しい人が結構いるんじゃないでしょうか。自分はあまり CTA について詳しくないんですけども、MySQL 8が出ることですし、ちょっと勉強してみようかなと思ってます。楽しみにしてます。では。